海港7000ランチャー操縦装置、制御装置開港は海洋科学技術センターが開発、運用した優作式、遠隔操作式の無人潜水機。1990年代中盤の実用海港、世界初、唯一の1万1000メートル級ローフとして活躍した。また2003年の事故でビークルを喪失して、以降は7000メートル級の海港7000に改造されて、 運用を継続した。ジャムステックでは、1980年代の深海2000の運用を通じて、有人潜水調査船の効率的、安全な運航のためには、洋上基地となる支援母船と、潜航前の事前調査及び事故時の救難にあたる無人潜水機の3点セットが有効であるとしていた。1980年代末には、深海2000の実績を踏まえて、 より大震度への先行が可能な深海6500が建造され、1991年より調査先行を開始したが、動線の先行震度に対応できるローフは当時世界的に見ても存在しなかった。このことから深海6500の圧海震度である1万メートルにまで対応できる事前調査、救難装置として、1986年より 開発着手されたのが本機である。深海2000に対応して開発された3000メートル級、ローフであるドルフィン -3K では、母船の洗浄装置とビークル本体が、テザーケーブルにより直結されていたが、5000メートル以上の大深度でこの手法を採用すると、ケーブル自体の重さに加えて、強力な潮流力が作用し、ビークルの行動が大幅に制限されることが懸念された。 このことから、本機では、まず一次ケーブルでランチャーを吊り下げて、ここから二次ケーブルを繰り出して、ビークルを発進させるという中間ランチャー方式が採用された。実海域試験は、平成5年度から平成6年度にかけて、紀伊水道、南西諸島海溝、そして世界の最深部であるマリアナ海溝と、徐々に進度を増しつつ行われた。 1994年3月に試みられたマリアナ海溝への挑戦は信号系のブラックアウト、浮力剤の亀裂、油圧系の損傷といった問題を生じたために断念されたが、これらの問題は1年間にわたる徹底的な原因解明及び対策によっていずれも克服され、1995年3月24日の再挑戦により1911.4メートルへの 先行に成功した。上記の通り、深海6500のための事前調査、救難装置として開発されたという経緯もあり、ジャムステックに引き渡されてしばらくは、同線の支援母船である横須賀に搭載されていた。しかしその後、老フに頼らない救難手法が開発され、あえて同線とセットで運用する必要性が薄れたことから、 世界唯一の1万メートル級ローフである本機をより自由に運用できるよう専用の母船である海嶺が建造されてこちらに移設された。本機はマリアナ海溝のチャレンジャー海部地に19回にわたり先行し1996年2月の調査で採取された資料からは世界で初めて1万メートル以上の水深の海底からバクテリアが分離された。 また2000年には、インド洋で初めて熱水活動を発見した。これらの海洋学的活動の他にも、津島丸の船体発見や、愛媛丸の遺留品回収、打ち上げ失敗した H2 ロケット8号機のエンジン部品発見など、社会的にも大きく貢献した。しかし2003年5月29日、室戸岬沖1 3 0トルの海域で、南海地震に関わる、 長期観測データの回収後に二次ケーブルが破断、コキビークルを喪失した。これにより、ジャムステックは、深海6500の運用深度である6500メートル一新での、直接調査能力を失うことになり、代替手段の確保が急務となった。新ビークルの建造には相当の時間を要することから、まず、本機に次ぐ活動深度を誇っていた7000メートル級の、 最軽向ファイバー無人潜水機であるユーロフ7 k を改造し暫定的なビークルとした海顧7000が開発された。同期はその後海顧70002海顧マーク4と順次に更新を重ねたもののいずれも7000メートル級のローフであった。ジャムステックでは2005年より新しい1万メートル級ローフの開発に着手しておりこれはアビスモとして2007年により 先行試験を開始した。ありがとうございます。